焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。会ったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。はと、ここまでの経緯はこんな感じだ。なるほど。モンドへようこそ。風と共に訪れし旅人よ。私は代理団長のジン、リサ、騎士団の男子。家族を手伝いに来たよ。家族を手伝いに来たよい子ちゃん。かわいいわね。ただ、タイミングがあまり良くないわ。風魔竜が目覚めてからずっとこのモンド周辺をうろついているの。ここ一帯に大きな混乱をもたらしているわ。おまけに今のモンドは元素の流れと地脈の循環が子猫ちゃんが遊んだ後の毛糸玉みたいになっていてね。魔法使いにとっては最悪な状況よ。肌も気分も調子悪いわ。それがなければ尋ね人の張り紙を出すよりも騎士団がもっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが、もうしばらくモンドに留まっていてくれ。セピロス騎士団が問題を解決してみせるから。オイラも手伝うぞ。じゃあ作戦を練るとするか。風魔竜がモンドに攻めてきたことで逆に災いを集結させるきっかけを与えてくれた。それとリサの魔法で探査したところ、モンドを包む暴風の源が分かったんだ。ほう、どこなんだ？放棄された四風守護の神殿よ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのはそこに残った力のせいなの。私たちの目標は放棄された4つの神殿のうちこの3つだ。3つだけの理由についてはみんなも分かっていると思うが。分からないんだけど。セピロス騎士のみんな、時間は限られている。暴風が猛威を振るっている今、守るだけでは意味がない。この災害がさらなる拡大をする前に神殿の遺跡へと向かおう。私と組むの？先に言っておくけど、初心者に合わせてペースを落とすようなことはしないよ。うん、風魔竜の剣、一緒に頑張ろうね。
冒険はますます危ないかもしれないからちゃんと準備しておいた方がいいぞ。モンドの火事炎地風守護の神殿の一つだよ。この神殿が放棄されたのは何年も前でね、モンドの人でもめったにここには来ないの。だから中は獣やヒルチャールの巣窟になってるかもしれないね。はぁ、あ、風魔竜でさえ自分の神殿を捨てたほどだし。実はね、私もショックなんだけど、風魔竜はかつて地風守護の一つとして数えられていたの。え？
この話は置いといて。どう？何か感じた？ここの風、少し変わってる。中へ入ってみよう。気をつけて。竜の力が影響を及ぼしているから。あの操作台を使えば扉が開くよ。見えた、神殿の最深部だ。状況に陥った時のために秘密兵器を用意してきたの。その名も爆弾人形ウサギ伯爵。
の安全を死守することはできた。まあそれもジンさんの力があればこそなんだけど、でも今風魔竜がモンド城内を直接襲うようなことがあったら、風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。これはリサさんの口癖だよ。そうだ、前に話した四風守護の話だけど、過去の歴史に興味があったらリサさんに聞いてみるといいよ。先に言っておくけど、私が歴史苦手とかそういうんじゃないからね。図書館司書の知識が偵察騎士を上回っているのは当たり前のことでしょ。
Thank you.